The Downtown TV Vancouver。 この放送は日本とカナダの友好プロジェクトとして、日本カナダ商工会のサミー高橋さん指導のもと、カナダのシンボルの一つでもあるトーテムポールをカナダ先住民族のマスターに掘り上げてもらい、バンクーバーから和歌山県に寄贈する一大プロジェクトを追いかけるドキュメンタリー番組です。ダウンタウン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  TV 始まるよ。第5話から前回までのあらすじ。はい、皆さんお久しぶりです。ダウンタウン TV アシスタントのテレビっ子です。前回の第5話もダウンタウン TV のドキュメンタリーチャンネルから、バンクーバーのカナダ先住民のダレンさんに究極のトーテンポールを掘り上げてもらい、日本の和歌山県にそれを日本とカナダの友好の証として寄贈しようというプロジェクトの続編。今回もダレンさんの巧みの技から目が離せませんね。トーテンポールも前々回の第4話と比べて明らかに進んでおり、とうとう小さなナイフを使って細かい部分にまで手をつけていくところまで来ております。完成が本当にとっても楽しみです。それでは第6話をどうぞ。はい、またこちらに来ましたね、はい、そしてここはおなじみのダレンさんが掘られて寄贈されたトーテンポールの前に今回もまた来てるんですけども、はい、ちょっとですね、少し疑問が出まして、ええ、まあ、前回の動画でですね、カナダバンクーバーの先住民族であるスコーミシュネーションのダレンさんに神聖な木を使ってもらって、ハンドメイドで掘り上げてもらったトーテンポールを日本の、和歌山県に、寄贈するという時のお話でですね、久野義平さん、バンクーバーで鮭漁を広めた日本人の移民のお世話をされた久野義平さんのひ孫さんにあたる方とつながって、今回このトーテンポールがバンクーバーから和歌山に寄贈できるという形になったんですけども、そもそもそのひ孫さんの高井さんとはどういうふうにつながりになられたんですか。はい、はい、これはですね、はい、まあ不思議に思ってらっしゃるかもしれないんですが、よく聞いていただきました、はい、あ、そうですね、実はですね、はいはい、こういう本がございまして、さあこちらはバンクーバー朝日軍と書いてありますか。そうですね、はい、これはですね、太平洋戦争が昔ありましたが、その戦争の前にですね、このバンクーバーで日本人の人たち、日系人の人たちがですね、はい、野球チームを作ってたんですね。6年ほど前に映画にもなりましたが、はい、バンクーバーの朝日っていう映画がありました、日系ミュージアムでもあの、はい、バンクーバー朝日の映画を上映されてたということを聞いてたんですよ、ね、そうですね、はい、映画の元になった本がこれなんですね。こちらですね、はい、バンクーバー朝日軍っていう本ですが、はい、こちらの本をお書きになった方が、はい、テッド古本さんっていう方です。テッド古本さん、うん、はい、そのお父様がですね、はい、カナダのバンクーバーで生まれ育って、はい、このチームで野球をしてらっしゃったんですね、はい、あ、はい、で戦争が始まる前に日本にお戻りになったんですが、はい、この古本さんに6年前にこの映画がきっかけでお目にかかることがあったんです、はいはい、あ、はははは、い、その古本さんのこの本の中にですね、はいはいはい、久野義平さんのお話が7ページにわたって出てくるんですね、はい、でこの本をお読みになった高井俊夫さんが、はい、ぜひこの本をお書きになった古本さんにお会いになりたいということでお二人の出会いがあったんです。でそのお二人が出会った時に、はい、古本さんと私は6年前から、はい、親しくさせていただいてますから、はい、バンクーバーにサミー高橋という人がいて、日本とカナダをつなぐっていう意味で、うんうん、トーテンポールを日本に寄贈したいという話があるんですよっていうことをお伝えいただいたんですね。あ、サミーさんいないところで、はい、はあはあ、でそれがきっかけでした、はい、やっぱりつなぐべきしてつながっていくんですね。思いが伝わったと言いますか、でも、まあ、私にとっては奇跡に近いですね、本当ですね、本当にこの古本さんには感謝しております、はい、はい、感謝ですね。そうですね。ダウンタウン TV。 寒くなりましたね。寒くなりましたね、本当に。はい、Hello。 はい、はい、いいですね。はい、ダレン。おい、Yeah. Yeah, is it okay? Yeah, yes. Coco, supper, come on. Coco, supper, get in. Hang on for a minute, I'm going to put some mouthwash in. Oh, okay. Couldn't have said it. Oh, yeah, you'll be short. Yeah? So, yeah. Hi, Darren. You know, he hasn't been here for a couple of weeks, so. Yes. Yeah. Well, the pole's looking good. It's a pretty warm week. テントがものすごく新しくなってます。これが掘り上げられた
Wow. I don't have much at all, no. Only about a half a day's work and then it's finished. Yeah. Wow. So it'll be ready to paint on. Beautiful. Remember it was over that way? Yeah. Well, when I lifted it this way, it rolled. And it hit my post. これをね、作ってた時に面を転がさなきゃいけないんですが、はい、転がっちゃってここのポールに当たったポールが回ってるヒットしちゃったんですね。 My expensive tent, you know, this tent's worth like $1,500 but I got it for $100 so it took like $20 away from my tent. $1,500 ぐらいするはずだったのを100ドルで買われたそうなんです。はい、この分20ドル分ぐらいがダメージ損したと。ここの部分がここと当たって、I was very surprised there was no damage on the pole. Just right here. Was protected. Yeah, it was protected. Yeah. このテントはどうされたんですか？ Where did you get this tent? He's saying. I bought it out in Langley on the buy and sell for $100. ラングリーまでいらっしゃって、はい、バイアンドセルっていうサイトがあるんですけどね、はい、そこで見つけられたそうです。そこで100ドルで買ってきたそうです。For $100 100 bucks. For sale to you for $200. 200ドルですいや、僕必要ないでしょ、これ。That's half price. ちょっと当店ポール見せてもらっていいですか？ He said, can I take a look at the totem pole? Yeah.取り上げられた当店ポールの全体像を見てみましょう。それではどうぞ。当店ポールにあしらわれたキャラクターのことも聞いてみましょうか。それではどうぞ。ここはワシの頭ですね。白頭ワシの頭ですね。白頭ワシ。If you look at the figure from the bottom, you can see these. This is the eagle's feet. Which one? The eagle's feet, the claws. ここはイーグルの足ですね。はいはい。This is the eagle's legs, representing the arms of the welcome man. Mm-hmm. これがウェルカムマン。Chest of the eagle. でここはイーグルの胸だそうです。で足。Then the legs. はい。Then the claws. ここはあの爪ですね。And the wings run down on both sides, on that side and this side. So these are the wings of the eagle. 羽ですね。両サイドの羽がある。And then we come to the grizzly bear. ここがベア、熊ですね。The bear's head. I also make sure that I make the nose and the mouth look as mean as possible, like a real bear. Okay. ここが鼻で、ここが歯ですね。Yeah, and then the bear's front paws. These are his top paws. Yeah. So this is the grizzly bear's claws holding the salmon. Okay. ここが熊の手ですね。で、その手で、鮭を。With a visitor.どれが鮭ですか？ここが、Where's the salmon? ここがサーモンですね。ああ、はい。Yeah. これがサーモンですね。はい、this is the bear's, the shoulders of the bear. So the bear is like this. 熊のこれが手がこうあると。ここですね。横が。This is the bear's arms. And then his arms, claws run across. And then the bear's bottom leg.ちょっと待ってくださいね。The bottom hind leg of the bear, and then the bear's claws, so he's like the bear's crouched. Okay. I put a frog design on this ovoid, and the symbol of the frog is a good fortune. で、ここにカエルのシンボルがここについてて、このとこですね。はい。That's the frog design. はい。で、カエルは幸運を意味していると。はい、いうことだそうです。Good fortune. And I put a sea lion design on the top part of the bear, representing the water. Okay. で、ここにあのシーライオン、あれ、オットセイですか？の
シンボルがあって、これは水を意味しているということだそうです。これが水を意味している。はい、はあはあはあ。 Another salmon design representing the salmon。 でここにも鮭のデザインがあるそうです。はい。So it's pretty well beat now. I just have probably a... これをこっちの向きにして、それで色を塗りやすくするそうです。Downtown TV! Downtown TV!Hey, what's going on, guys? Check it out, the Edo of Downtown TV Vancouver. そしてさらに数週間後。はい、ダラン。はい、ダラン。はい。Okay. So you don't have seen the totem pole after you painted it. Yeah. Oh, 来ました。My lighting. はい、ダラン。Hello, how are you? Hi, pretty good, eh? Good to see you. Yeah, long time no see. はい、前回から2週間ぶりにここにまたやってきました。今回は色塗りです。見てみましょう。ああ、ここでハプニングです。お、電気が落ちちゃって、電気つかないんですよ。だから。あ、なるほど。また来なきゃいけない。本当ですね。うん、アクシデントみたいです。昨日、こちらのテントの天井の電気が落ちて、電気がつかなくなり、今日は一応この当店、そうです。この当店ポールの色塗りが終わったんで、それを写しに来たんですが、まあ、なんせこのような感じです。ということで、色付けが終わった後の当店ポールは、また次回楽しみにしてください。次回のダウンタウン TV は、皆さんいよいよです。シーズン1、カナダ・バンクーバー編の最終回スペシャル、見事に掘り上げられ、色付けもされた文句なしの極上の一品をいよいよお披露目。日本に向かう前のスコーミッシュネーションによる迫力満点の圧巻の出発式、次回もお見逃しなく。いってらっしゃい。Check us out here for next time on Downtown TV.